こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、ロシアがこの後どうなっていくかについてちょっと話を広げてみようかと思います。まあ、前回の動画ではね、吉谷さんがなんかその情報商材完全バイブルっていうものを出版したってこととね、あとこれがもう10年ぐらいになるんですかね、あの本の出版、私の名前も出させていただいたということで本当にありがたく感じます。まあ、あの当時ね、いろんな塾生さんをご覧になってる中で、私のそのビジネスの姿勢とその言葉がその本の中に刻まれたっていうのは、私としてもすごく名誉だなと思ってます。本当にありがとうございます。まあ、あの頃の気持ちはちょっと多少変わったんですけどね、顧客のために死ぬっていうフェーズは終わって、顧客のために生き残らないといけないなっていう気持ちに変わってきましたね。まあでも何者でもない時って命を捧げるぐらいしかやることがなかったんで、本当にあの時はいや、これでね、もし信頼を得れないんだったら、もう俺の値段だなと思いましたね。まあ、今は私が命をかけてやるっていうよりも、気持ちとしては命をかけるんだけども、生き残るからこそできることがあるなというふうに気持ちが変わってまいりました。だからといってね、生き残るためにずるいことをしようとは思いませんので、誠実に丁寧にやっていくことは変わりません。まあ、それでね、これからロシアがどうなるかってことなんですけども、考えられるシナリオの一つは分割装置ですよね。まあ、主には中国、ウクライナ、そしてアメリカっていう3つの国がその利権を分け合うって形になって、そのおこぼれとして北方領土は日本にどさくさ紛れに返還されるってことはあるでしょうね。ただ北方領土ね、実際に善良な市民の方が住んでらっしゃるんで、じゃあ国籍、領土が日本になったからといってそれで問題が済むかなと思ったら、もう結構ね、実効支配が続いちゃうと難しい問題あるんですよね。でこういったことで、今度はね、日本の領土になったからこそ、今度は長年住み慣れた人がものすごく不幸な目にあって、自分の土地を追われてね、であらぬ迫害を受けて日本を恨むっていう図もできるんじゃないかなと思います。まあ、それからもうロシアがね、次の大統領を迎えて新しいロシア政権になっていくってことは非常に考えにくいかなと。もうロシアってのはナチスドイツ、ヒトラーに対応もう準ずるぐらいの危険国家ですからね。でこういった国をのさばらしておくと、まあ、中国のこともそうだし、北朝鮮とかもまた暴発するかもしれないし、なんか見せしめておく必要があるのかなっていうところで、国際社会は協調するんじゃないかなと思います。もう圧倒的には不利な状態でロシアは今いますけども、いやでもね、これからどうなっちゃうのか具体的なところまでは分かんないですね。でウクライナですよ。ウクライナっていうのはやっぱり都市としての機能を破壊されすぎたんで、これから復興にかなりの時間を要すと思います。その時におそらくね、この戦後の敗退からあっという間に復興したこの日本のその歴史が参考になるんじゃないかなと。これゼレンスキー大統領も言われてましたけどもね、日本中の都市が破壊されて、で働き盛りの男性は戦死して、引き上げてきた日本人、支配する GHQ、 その中で新しい憲法を立ち上げて、闇市のところから、もう昭和20年終戦なのに、昭和20、ね、2、3年にはね、ものすごい復興をして、昭和30年代って高度経済成長の入り口ですからね。たった10年で、そしてたった20年でですよ。たった20年で東京オリンピック新幹線が、もう張り巡らされて、鉄道も港湾も工場も破壊されてなくなったはずなのに、東京オリンピックで新幹線が走って線路が敷設されて、駅が復活してですからね。どうなってるんだってことですよ、この日本の回復力は。もちろんね、世界中から支援するための工業物質が入ってきたなんてことないですからね。全部国内で手作業でやってますからね。すごいですね。そう考えたら、昭和20年代を生きた日本人の魂っていうのは凄まじいものがあったんでしょう。じゃあ今令和の時代にそれはないのかと。ね、40代50代の男どもよと。あの戦後の復興から回復してきた日本国民の皆さんの魂を思えば、俺たちにもできることがあるんじゃないかなと思いながらの情報商材完全バイブルでございました。それでは行ってらっしゃい。